メトロポリタンスタジアムはアメリカのミネソタ州ブルーミントンにかつて存在したスタジアム。MLB ミネソタツインズ、NFL ミネソタバイキングスがそれぞれ1961年から1981年まで本拠地にしていた。また北米サッカーリーグのミネソタキックスが1976年から1981年まで本拠地にしていた。愛称はザメット。 1956年にマイナーリーグトリプル A 級のミネアポリス・ミラーズの本拠地球場としてオープンした。1970年に NFL と AFL が統合した際に NFL チームの本拠地は5万人以上収容することが条件とされたが、本スタジアムは特例として認められた。バイキングスは収容能力のより高いミネソタ大学の メモリアルスタジアムを本拠地とすることは考えず、新スタジアム建設を要望した。またミネソタツインズは1981年以降のリース契約を更新しないことを決定。ヒューバート・エイチ・ハンフリーメトロドームが建設されることになり両チームは1982年から本拠地を移した。1992年、メトロポリタンスタジアムの跡地に建てられたモール・オブ・アメリカがオープンした。 モール・オブ・アメリカは全米でも最大級のショッピングモールである。モールの中央にあるテーマパークの北西端にはメトロポリタン・スタジアムのホームベース跡が残されている。1961年4月21日、ツインズの新本拠地初試合がセネタースとの間で行われ3から5でツインズは敗れた。1965年7月13日、 オールスターゲームが開催されナショナルリーグが6から5でアメリカンリーグを下した。同年ツインズがワールドシリーズに出場し、スタジアムでの試合も開催された。1971年8月10日、ハーモンキルブルーが通算500本塁打を達成した。1981年9月30日、スタジアムでのツインズの最終戦が雨の中、 カンザスシティロイヤルズとの間で行われ2カラゴでツインズは敗れた。ミネソタバイキングスはこのスタジアムで11回プレイオフを戦い8勝3敗であった。1969年には NFL チャンピオンシップゲームが行われバイキングスが勝利し第4回スーパーボールに出場した。ありがとうございます。